こんにちは。カシャルルチの今日のインテリエンスを始めさせていただきます。今日は広大な破産でやばくなる英国、英国の企業は、まあ、日本の企業をね、ちょっと考えてみるんですけど。まあ、エバーグランダはね、その後はどうなるのかっていうこと、をちょっと考えてみようと、思っています。まあ、その前にね、ご挨拶から。昨日はね、多くの方にサンクスをいただき、ありがとうございました。非常にね、多額のサンクスをいただきまして、ね、本当に恐縮しております。ありがとうございます。でもね、私の父はね、六十三歳の時に亡くなってるんですよ。 今私は何歳かというと今年で60歳になったんですよね。あと3年で父がの死んだ年齢に行ってしまう。あと3年はもうちょっと頑張れるかなとぼんやり考えてます。まああと5年6年はわからないですね。まあ病気とかないですかね今のとこね。ええー、まあちょっと高血圧なぐらいかなそのぐらいですね。ええー、まあ皆様のご支援のおかげでもう少しやっていけそうです。ありがとうございます。まあ本当はねもっとコアな話をしたいんですよね。別パーナの話とかね。 ネタはでもねちょっとね公に話をするとちょっとやばいかなっていうところもありましてちょっとこれは言い出せない話なんですよねまあで今日はね、えー、どういう話をするかっていうと、まあ、ハムレットの習近平海外投資家と中国国民のどちらを救済するのか、まあ、これが大体大きなテーマなんですよまあ広大なね挟んでやばくないこうな企業ってのがあるんですけどまあそれはねすぐに分かりますんでじゃあ、えー、早速今日の話を始めましょうかえー、っと 英国の銀行とランドローバーランドローバーバといったら昔のねプラモデルを作って世代からっしゃる中考えるとあの兵員輸送車ですよねイギリスのね第二次世界大戦の時はねあのちょうどあの砂漠のね砂漠で戦ったあの、えー、砂漠の基地のローメルと戦ったイギリス軍ですがああいうのが乗ってた,ジー,プみたいジープみたいなやつですよねあれがランドローバーと思うんですけどこうランドローバーがやばいと。 こ話な何で,、ね、でかというとランドローバーは中国の企業と合弁企業を作って一生懸命自動車を作ってるからですねまあそういうことなんですけどもうちょっといいすねこれまでのところ中国当局は際立つ無能さで行動してきたと英国を拠点する税務コンサルタントのボブリドン氏は言うと中国の、えー、っと不安定な中国経済は今重大な局面にあり、えー、英国の銀行 HSBC とスタンダードチャーターの そして自動車メーカーーーカのランドローバーが脆弱な立場に置かれていると、えー、金融専門家は警告しているだから、えー、HSBC ですかあとスタンダードチャーター銀行ですかこの2つの銀行とランドローバーがやばいとこういうことなんですね。裁判の、えっと、香港の裁判所が世界で最も多額の負債を抱えている不動産デベロッパーチャイナ・エバーグランデの生産を命じたことを受けボブ・リドーがコメントを発表した。 この措置は銀行や債券保有者に対する2,360億ポンド大体いい日本円一に4,400億円ですねこれは債務返済が失敗したことを受けているもので超大国の債務負担の増大に対する懸念が高まっている。日本の銀行は2020年段階で大体いい460億円ですか7,860億円ぐらいですか相当の えーえー、お金を、えー、っとどうも、えー、エバーグランデに貸し切り貸していると、まあ、国内の銀行3行でこれだけって話なんですよねこれはあのグルームバーグの報道があったんですけどまあね2020年に満期を迎えるどうし、えー、っとエバーグランデ向けの融資の更新は見送ったってあるんですけど相当まだ残ってるはずですよね返されてるんでしょうかここはちょっとわからないですね えー、経営コンサルタント理論ンコンサルタントの創始者である理論氏はエクスプレスに対してこう語った「えー、HSBC やスタンダード・チャーターどをはじめとする多くの銀行が、えー、このような事態にならないことを望んでいた」「HSBC とスタンダード・チャーターズの金融経営陣が最悪の事態を出した、えー、問題は避けられない小さな穴のようなものだ」などというなだ、えー、めすかすようなことを発したのを 明日過去の出来事を思まあこうやって一生懸命で,大で「大丈夫ですよ大丈夫ですよ」って言ってたんですよね。えー、過去に私は中国当局は外,外国の大物が中国国民を路頭に迷わせることができた革命前の時代に我々が戻っていないことを証明する必要があると述べたと。えー、これまでのところ習近平は習近平率いる中国当局は 法的手続きを遅らせたり迂回させ迂回させたりしながら事態がおのずと好転することを期待して成り行きに任せることに、えー、満足していた今そのやり方は失敗しその手続きは非常に身近なものになっていると彼らは今、えー、より積極的な路線つまり何かをするかしないかの決断を下す必要があると中国本土の裁判所が中国つまり党の利益にならないと見なした決定を下すことを許すのか それとも介入し自分たちに有利な判決に影響を与え裁判所が独立していないことを示し外国人投資家を全面的に抑止するのか。だから外国人投資家のちゃんとね主張を受け入れてちゃんとね再建開始をするかあるいは中国そね中国,国民のことを中国国民の対面ですよねメンツを維持するために外国人,は外国人投資家の主張を拒否するか。 重大な局面にあるとこういうことなんですねいずれにせよ債券株式不動産などの価格の下落は避けられず HSBC やスタンダードチャーターなどの銀行が保有する不良債権が増加することになると理論士は指摘したさらにドイツの自動車メーカーやイギリスのランドローバーなどこれランドローバーってあれですよだタタモーターズの子会社です今はねインドはねタタ財閥ですよねタタモーターズって言ったらね。 えっと中国やアジア太平洋地域あるいは中国経済と強く結びついている数多くの種類の保有資産の価値にも影響を与えるだろうと付け加えたさらに李論氏は不動産大手に目を向けこう続けたエヴァーグランデのショーン・シュウ CEO は中国のニュースメディアに対しこの命令は香港に上場しているチャイナ・エヴァーグランデ社にのみ影響するだから香港のエヴァーグランデだけですよこういうことを言ってるんですね。 まあこれは他のコ,メンターのコメンテーターの見方では異なるこの会社は京満諸島で設,設立されているが本社は中国本土の広東省にあると。グループの資産は主に中国本土にある2つの子会社恒大不動産集団有限公使とえ天地高校有限公使が所有しているようだ2つのね子会社があるそれは大体不動産 の不動産を握っているんだととここういういですねそこの不動産を売って生産すするしかないんですよね、えー、生産命令の、えー、申請者であるチャイナ・エバーグランデグループが発行した37億ポンドの3.75%の社債の保有者は香港のイギリスのような法制度とその,その結果勝訴の可能性が高くなることから香港で訴訟を起こしたのだと理論ン氏は説明した。 まあ香港の魅力っていったらその英国法ですよね英国法を基準にして法律が作られているとそこなんですよね香港の裁判所が管轄権を認めたのはチャイナエバーグランデグループの株式が香港で上場されているからだと生産人が選任され最初の仕事は中国本土と場合によっては刑判所等で生産命令を執行することだ債権は中国公会社によって保障されており いずれは中国会社に対して生産命令が出される可能性があるが、中国の裁判所が強制執行に抵抗すればそのような動きは失敗に終わるかもしれない。ビドン氏は言う、刑罰諸島の裁判所なら超強制執行に応じる可能性が高いが、エバーグランドの資産があるのは刑罰諸島ではない。いや中国本土でね債権回収しなきゃいけない。でもそれはすごく難しいんじゃないかこういうことなんですよね。そのため生産人がエバーグランド広大 天地の中国本土にある全ての資産を管理しこれらの資産を売却することで特定の抵当権などより有利な債権を持つ他の債権者に全額弁済しその次に社債,社債権者のために何か残すことができることを期待するしかない。それは非常に長い道のりであり中国当局が地元の債権者や債権者が外国の債権者に蒸し返されるのを見たくないとか。 中国国民が立ち退きを迫られるのは見たくないとか一部建設された不動産の前払金を支払った中国国民が金銭を失うのを見たくないといった障害があるだからメンツを気にしますんでね中国国民をないがしろにされてるんじゃないかっていう批判が出る可能性があるんですよねこういうことをすると。でもそういうことを言ってたら、ね、債権の回収ができませんからねななら海外の信用を失う海外の信用を失って対面を守るか。 あるいはね自分の国の国民にはちょっと泣いてもらうかそれでも海外向けのちゃんと信用を維持するかどっちかどっちにするか皆さんはどっちを取ると思いますかそれはもう習近平は絶対海外の海外の投資家なんか無視してましたよねまあ、そういう国ですよねなんかね多分そうだと思いますよまあ、習近平って基本的に見栄張りなんですよね 自分の国民に対する見栄がも張らなくなったらもうおしまいなんでこの人はね。だから多分これは十中八九海外の投資家は無視されるんじゃないかなと。そういう場合に僕は予想しています。李道氏はこう締めくくった。これは中国当局にとって非常に重要な試練である。外国の債権者が開放的な欧米経済と同じような投資家保護を享受できるのか。それとも政治的な配慮が優先されるのか。これまでのところ中国当局は無策のまま行動しており、このような 昨日緩みの後には、しばしば停滞疾病がしが待っていると。月曜日、リンダ・チャンハン時は、エバーグランドの、えー、債務超過だけでなく、会社側が実行可能な債権案を提示する。進展がないということを考慮すると、裁判所がエバーグランドに、えー、事業生産を命じるのは適切であると述べた。と、まあ、途中で言いましたがね、日本の銀行もね、相当貸してるわけですよ。七千八百六十億円ですか。 2020年の段階でね英国の2倍の被害ですよね三大銀行って言われてますから多分一つはね三井住友が入ると思うんですよなぜかというとその理由は中国に子会社があるからですねでその次はやっぱり、えー、三菱東京三菱,東京三菱というう東京三菱とかね多分この二つじゃないかなとその三大銀行ですねあとはあとはどうなのかなあとはみずほかなみずほが入るのかどうか まあ、IR まではねちょっと調べなかったんでちょっとまあそうかもしれないよっていう話なんであまり決め,決め打ちじゃないんですよねでも金額からしてね英国以上のダメージですよねこれって日本の銀行にとってこの程度のダメージこういうことなんでしょうかね無視できるんでしょうかネグリジブルなんでしょうか僕はちょっと無理なんじゃないかなと思うんですよでも全然メディアで日本の銀行の被害っていうんですか日本の銀行がこのぐらいダメージ受けそうだって話が一切出ませんよね 大丈夫なんでしょうかね。これまたね、なんか知ってる人があったら教えていただきたいな、と、思います。まあ、いずれにせよね、多分、習近平は多分、自国民保護を多分取るでしょうから、多くの海外の企業が泣きを見ることになるんじゃないかな、と。これは僕は予想しておきたいと思います。じゃあ、今日このぐらいで。よろしかったらよポチョ、よろしくおしチャンネル登録もぜひお願いします。で、サンクスね、本当にね、えー、昨日に来るでまた、またちょうどいやってったらあかんか。<laughs> まあ、それじゃあ、今日これでおしまいしますね。じゃあ、失礼します。